今から家族5人全員揃って鬼滅の刃を見に行きます。パパの運転中。やばい、もう泣けてきたね。え、マジ10もうママにはこの3人が炭治郎と善逸と禰豆子にしか見えてません。かわいい。この上ナスちゃん入るか。行くぞ。いざ。行くぞ。鬼滅の刃。どっち行けんの？よし、行こう。絶対見ないでくださいっていうタイトルにするから、逆に
タバレ、ネタバレするのに 100% ネタバレするのに絶対見ないでください、うん、そうそうそう、もうあえてそうやって書いて、それを見たい人だけ見てもらおうかなって。で、漫画も途中でじゃあこれあんの、この話。そうだよ、完全にあの26終わって、その続き、イノスケかっこよくなかった、あの今回超イノスケかっこよ、イノスケちょっと大学3時だ、だってすごいさ、シュッ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 。ママさ、あのさ、何が一番あの悲しいんだよ、泣いちゃったし、感動したし、あの悲しいし、ママはあの映画でさ、一番さ、あーもうなんかこれ見れ、1個1個でこれが見れて超幸せだったと。ストロー、ストロー見つけた。ストロー、ストロー見つけた。ちくわだわ。ちくわだから。アホなの？お酒を入れてきたコップにちくわを刺して飲んでいるパパ、アホなんでしょうか？アホじゃないでしょうか？そりゃ沈むでしょ、重いの。そりゃ沈むでしょ。じゃあママが言いたいのは、ねずこちゃんが、すげえやばい。超可愛くなかった。ねずこちゃんが可愛くて、あとねずこちゃんがいっぱい喋ったじゃん。三次郎が言ってる中で、ねずこちゃんがいっぱい可愛い子なんだよ。鬼になってないからいっぱい喋ったじゃん。あれが見れたのが超幸せだった。まあ、三次郎の頭さ、ねずこの鬼の頭でもポンって血が出ることがかかった。かかったってことだね。あれも可愛かったね。とか言ってずっとさ、一生懸命みんなを起こそうとしてるんですか？超可愛かった。ちっちゃかったし、可愛かったね。ちっちゃかったし、可愛かったし、可愛かったね。ちっちゃかったし、そう、可愛かった。で、激流術のバケツでさ、バケツって言わないで、バケツだから。バケツ！わーい！
Goodbye.